本日は那須塩原市にある道の駅明治の森黒磯にお邪魔しました。フロアに入るとそこはマーケット、農産物を中心に乳製品、畜産品が所狭しと並べられています。ここでは地元の農家さんが育てた野菜を持ち寄って販売しています。このアスパラガスは作者の知り合いが収穫しています。ズッキーニが美味しそう。朝採れたての新鮮野菜が並んでいますね。見るからに美味しそうな真っ赤なトマト。ご褒美トマトは甘くて美味しい。一度食べたらやみつきですよ。農家さんそれぞれのお米が置いてあり、袋にも個性がありますね。お餅やたこ焼き、唐揚げなどのお惣菜も売られています。お弁当やおこわも置いてありますね。レジの横の電子レンジで温めて、隣のコミュニティルームで食べることもできます。那須塩原市は牛乳生産量本州1位だからでしょうか、乳製品が豊富に置いてありますね。ここで作られている牛乳とミルクプリン、作っているところを見学することもできます。お昼前ですがダイニングで食事をしましょう。お米も野菜も地元のものを使っているんですね。天井が高く、とても明るく開放的なダイニングです。メインメニューは3種類とお子様ランチです。デザートも3種類、ドリンク各種。今日注文したのは計算牛の煮込みハンバーグといちごミルクプリンです。煮込みハンバーグが届きました。サラダ、小鉢、ライスのセットです。マーケットで見た地元の野菜がいろいろ使われていますね。ではいただきます。甘くておいしい。ハンバーグのお味はいかがでしょう。よく煮込まれていてデミグラスソースの味もしっかりしていますね。おいしくてお箸がどんどん進みますね。グリルした玉ねぎも甘みがしっかり引き出されています。さつまいもチップにゆで野菜、マッシュポテトとそれぞれの野菜の特徴を生かした調理方法ですね。小鉢はカブのムースです。上にかかっているのはチキンスープブイヨンをゼリー状にしたものだそうです。ムースの中にはさいの目に切った株が入っていて良いアクセントになっています。デザートはいちごミルクプリン。いちごの果肉と甘酸っぱいいちごソースが乗っています。一口食べるとこれはもう幸せ。ミントの爽やかな香りが口いっぱいに広がります。ごちそうさまでした。おいしかった。食後は旧青木家那須別邸を見学しに行きましょう。那須別邸は明治時代に活躍した外交官青木周蔵が自分の農場内に明治21年に建築した洋風別荘です。日本遺産にも登録されています。設計者はドイツで建築学を学んだ松ヶ崎嗣永で、日本に残る唯一の建築作品です。立派な並木道と四季折々の花々が私たちを出迎えてくれます。建物には当時を忍ばせる家具などが展示されています。夫人であるドイツ人女性エリザベートが過ごした婦人室にはドレッサーが置かれています。ご家族と別荘の当時の写真が飾ってありますね。奥様はプロセイン貴族の娘エリザベートさん。娘の名前はハンナさん。ハンナさんも後にドイツ人と国際結婚しました。青木周蔵着用とされる大礼服、宮中の儀式の際に着用された男子の礼服です。欧州で製造されたという青木周蔵愛用の馬車。列車で黒磯駅に到着すると馬車でこちらの別邸を訪れました。玄関から入って左奥の部屋が主人室です。ベヒシュタイン製のピアノは孫の青木繁雄さんの夫人で、ピアニストの青木和子さんがドイツで購入したものです。こちらは大食堂。アーチ窓の位置が天井と合わなかったため、天井をくり抜き照明を高い位置に設置した和室。どこか不思議な感じがする空間ですね。こちらは居室で、隣はベッドルームです。表から見えていた正面のベランダから杉並木が望めます。この別荘は長い年月の間に老朽化していましたが、栃木県が寄贈を受けて調査・解体し、明治時代の姿に復元して内部を見学できるようにしました。建物の裏手に広大な明治の森が広がるこの邸宅の前に立つと、自らが手綱を引く馬車にドイツ人の妻を乗せ、杉並木を颯爽と走り抜けていく青木周蔵の姿が目に浮かんでくるようです。ご案内はずんだもんでした。またね。